はいどうも、元大学会計課職員の桑田真澄です。さあ今年も個人事業主の方にとっての1年のビッグイベント、確定申告の季節になってまいりました。はい、僕は昨日で確定申告を終わらしたんで、も今日は初心者の方向けに青色申告の e-tax の申請方法について解説させていただきたいと思います。僕今まで20年間自分で確定申告をやってきたんですけども、その中で結局いろいろやった結果 e-tax でやった方がまあ一番便利かなというふうに思ったので、これから確定申告を自分でやろうと思っているか、この動画を見て自分でもできそうかなとか、これだったらできそうかなとかね、このあたりが難しかったんだけどこれを知りたかったんだよみたいなね、そのサイトの使い方ですとか青色申告のデメリットメリットなど、こちらで解説させていただいてますので参考に見ていただけたらなと思っております。で、この動画の中で使っているサイトですとか資料のリンクはですね、すべて概要欄に貼ってありますので、そちら、ちょっとこれどうやって調べたらいいのかなと思ったら随時概要欄を見て参考にしていただけたらと思います。また訂正箇所が出てきた場合も概要欄で随時、訂正させていただいておりますので、これおかしいなと思ったところはちょっとチェックしてみたらと思います。はい、では解説の方させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ではまずはですね、この画面を見ながら解説させていただきますけども、概要欄のリンクに貼っていますところから国税庁の確定申告書等作成コーナーまで行ってください。そして新しく作成する場合はここですね、作成開始を押していただきます。するとウィンドウがこうやって開きますね。3つやり方があるんですけども、スマートフォンを使ってやるのと、リーダーライターを使う、そして利用者識別番号を使って ID パスワードでやると、この3つあるんですけども、結論から言うと僕はこれが一番おすすめですね。スマートフォンで僕やったこともあるんですけども、あまり入力する欄がない人とかね、簡単にパッと終わらせたい方はこれでいいと思います。ただ一つ、スマートフォンが、このマイナンバーカードを読み取る機能がついているものかどうか、これを見とく必要がありますね。はい、読む機能がなければこれができないのでね。はい、そしてあとリーダーライターですね。これ僕やったことないんですけども、なんかこの機材を買わなきゃいけないので、新たにお金がかかるので、あんまりおすすめはできないかなと思います。はい、そしてこの利用者識別番号を使ってやるやり方、これを今日は解説させていただきますね。ではこれを押して飛んでいきましょう。はい、でこれを利用するにあたってですね、ブラウザとか環境設定があるんですけども、 Mac の方はちょっと苦戦するかもしれないですね。 Mac 用にできていないので、でなんか調子悪いなと思ったらブラウザを Safari に切り替えていただいたりすると使えるかもしれないですね。はい、僕も最初苦労しました。僕 Mac 使っても、だいたい行政のシステムっていうのは Windows 基準で作っておりますので、 Windows の方だと多分大丈夫ですね。はい、このあたり最初につまずくポイント一つ目ですね。はい、そして利用規約に同意して、次この利用者識別番号っていうのがあるんですけども、はい、これを取った前提で今日は解説させていただきますね。はい、この利用者識別番号をまだ取ってない方はですね、ここもリンクに貼っておきますが、国税庁のページからですね、まずは青色申告承認申請手続きというのをしていただきます。でそれが終わるとですね、はい、e-tax の開始と変更書作成提出コーナーでこの届出書を出していただく。それまではですね、こういった書類を税務署まで行って提出しなきゃいけなかったんですね。それをこのインターネットでやることができますので、このあたりを利用した方が皆さんにとってやりやすいかなと思います。もちろん税務署に行ってこういった書類をね、提出することもできますので、ちょっと分かりにくい方は対面でね、係の人に聞きながらやってもいいと思います。それでは利用者識別番号を取得している前提で解説させていただきたいと思います。はい、これは実際の僕のね、利用者識別番号ですね。暗証番号を入れて、で次へ押します。そうすると検索完了となって OK を押すと、すでに登録している情報がここに出てきますので、それを確認してですね、はい、OK であれば申請書等を作成する、ここを押します。はい、ただいま令和5年ですので、去年の分、つまり令和4年分の申告書等の作成になります。はい、でいろいろありますけども、決算書と収支内訳書、まあ、白色申告だと収支内訳書ですけども、まあ、青色申告をやるという今回の前提ですので、決算書を作る、さらに所得税の申告もするということなので、ここを選びます。で次へ進む。この3つありますけども、青色申告、決算書を作ります。で今からやることなんですけども、
確定申告書の第1票第2票というのがまあメインになるんですね。でそれを作るための資料作りをするという段階ですね。それが決算書等の作成になります。で決算書っていうのは合計4ページまであるんですけども、まあ多くの場合簡単にやる場合は3ページで済みます。で青色申告特別控除というのがありまして、それの65万円の控除を受けるためには4枚目の貸借対照表を作る必要があるんですけども、それをする必要がない方、ただ10万円の控除を受けるだけの方だと、ただ10万円の控除を受けるだけだと特に4枚目を作る必要はないですね。4ページ目を作る必要はないということです。まあ、一応4枚目を作るという前提で解説させていただきますね。はい、そして売上収入の合計をまず入力していきます。はい、これがまあ基礎となる部分ですからね。はい、でここで入力を押します。はい、でここに毎月のね売上と仕入れにかかったお金をこう入力していくんですね。例えば売上が15万円として仕入れが10万円という感じだった場合ね、こんな感じで入力していきますね。はい、便宜上こんな感じで毎月15万円の売り上げがあったとしましょう。で1月の時だけ15万円の売り上げのうち10万円仕入れにかかったと。であとは仕入れかかんなかったね。まあ物を仕入れて売った場合はこんな感じですね。で我々のモノマネ芸人みたいな感じだと売り上げはあるけども仕入れはないわけですね。はい、サービスを提供しているわけだから、まあ、こんな感じになります。はい、そうすると売上収入の合計が180万円ですね。で仕入れが10万円という感じになりますね。はい、そして雑収入ですね。例えば補助金とか給付金受けた場合ですね、ここに計上しますね。はい、具体的にこう何月に売り上げたとかね、よく分かんなかったり、それを示す必要がない方はですね、年間の売り上げだけ分かっている方もここにボンと入れちゃっても大丈夫です。ただし、こことここをどっちも入れちゃうとエラーになってしまうので、どっちかにしといてくださいね。ここだけで今回やっていきましょう。はい、次へ進む。はい、ここで売上が決まりましたね。売上は190万円ね。で、その中で仕入れ値が10万円。あるよということですね。はい、でこの売上原価をね引いてくれているので結局180万円というふうに今なってますけども、さらに引いてもらえるのがこの経費なんですね。経費の欄行ってみましょう。はい、経費いろいろ種類あるんですね。租税効果、荷造り運賃とかね、いろいろあるんですけど、水道光熱費もねいろいろあると思います。この項目に自分が該当するものをまあ入れていくということですね。まあ、おそらく皆さん共通するのはですね、通信費、このあたりもあると思うので、まあ、例えば5万円とかね、年間でまあインターネット、スマートフォン代とか、10万円とか使うんだったら、その半分はまあ事業で使ってるんじゃないかっていうふうにまあ見なすことができるので、まあ5万円とかって入れたりね。まあ、最大で半分にしといた方がいいですね。大体僕は 40% ぐらいにしていますけどね。30% とか 40% が妥当かなってところですね。はい、広告宣伝とかね、10万円使ったならね、まあ、Google 広告とか YouTube 広告とかインフルエンサー使って宣伝してもらったとかね、そんな経費ですよね。こんなあたり入れて、あと地代家賃ね、家が、自宅が事務所兼自宅っていう風になっているのであれば、ここにですね、地代家賃を入れるわけですね。どこどこ不動産、まあ、丸×マンション501とかねにしておいて、家賃が全部で120万円年間通してね、であって、そのうちの3分の1入れましょうかってなった時に40万円ですね。はい、40万円を経費として入れますよっていう風な感じで入力していきます。はい、そうすると経費のところに40万円と貼りますね。細かい計算が必要な時はこうやって入力するというボタンがありますので、それを使ってると計算が便利になりますよっていうことですね。新しくここに任意の科目ね、勘定科目を入れることもできます。備品と、例えばね、僕の場合だと、はい、これでまた5万円とかね、テーブル買ったとかね、パソコン買ったとか備品買ったならこれですね。はい、合計の経費が60万円だよということになりましたね。はい、でもともと売上が180万円ありまして、そこから60万円引くから残り120万円ですよというふうになりましたね。
はい、青色申告特別控除前の所得金額は20万円だよってことで、ではこの青色申告特別控除っていうのは何かってことなんですけど、ちょっとここで解説させていただきます。はい、確定申告の流れなんですけども、本当に基本的な用語の説明なんですけども、所得というのは収入から経費を引いたものなんだよってこと。先ほど出した180万円っていうのが収入なわけですね。でそこから経費60万円を今引いた、そんな状態です。それが今所得になっているわけですね。でその所得からさらに控除を引くと課税所得になるわけですね。でこれをもとに税率をかけて税金を出していくわけですけども、はい、その課税所得のね金額によって 15% から 55% の率をかけていくと、これが累進課税と言われるものですね。で、それぞれの納税額はここで決まるということです。はい、で事業所得ね、個人事業主とアルバイトとか、サラリーマンの方ですね、その計算方法が違ってくるんですね。はい、どのように違うかというとですね、はい、事業者というのはですね、売上から経費引く、これは当たり前なんですけどね。でもさらにボーナスとしてですね、青色申告控除というのを引くことができるんですね。はい、それが最低でも10万円ですね、最高で65万円ですね。その間に55万円というのもあるんですけど、その3種類のうちから選んでどれだけ引いてもらうかを決めるわけですね。で給与所得の方ですね、サラリーマンアルバイトの方はですね、給与から給与所得控除というのがあるんです。最低で55万円引いてもらえるんですね。だから給料が100万円だった場合ですね、55万円引いて45万円を給与所得というふうに出すことができるんですね。給与そのままが税金の対象になるわけじゃないよということですね。はい、事業所得もそうですね、いろいろ引いた上で残ったものに対して税金をかけますよということですね。はい、これを頭に入れておきましょう。で今経費を引いてさらにここの手前で止まってます。はい、じゃあ戻りますね。はい、青色申告控除、先ほど言いましたね、10万円55万円65万円いずれかはここから引いてくれるよということなんですね。はい、これをやる前にですね、ここまで入力、せっかくねいろいろ経費入れたわけでもデータが消えてほしくないわけですから、ここまでの入力内容を保存するというボタンがありますので、ここで一旦保存します。はい、入力中のデータをダウンロードすると、でポチッと押すとですね、データが残ります。はい、これを使って来年とかね、さらにまた青色申告のデータを作成したり、結構便利ですね。このデータを逐一と、で途中で何らかのね理由でこのウィンドウが閉じてしまった時とかね、あーデータなくしたとかねなると思うんで、そうならないためにもこうやって毎回こうアップでデータをねダウンロードしとくと、ドラクエで言うとなんか復活の呪文みたいなね、冒険の書ですね、冒険の書をここで記録してるというふうに思えばいいですね。僕ら世代しかわかんないと思いますけど、はい、でここで元に戻ると、これを押しちゃダメなんですね。これを押すと、トップ画面、最初の振り出しに戻ってしまうので、これを押さないでください。で前に戻る。で、これを押しまして、はい。で、次へ進む。で、他に所得ね、いろいろ、農業所得、不動産所得、雑所得とあるんですけども、ある場合はここに入力していくと。まあ、ほとんどの場合はないかなと思うんですけどね。じゃあ、これ説明しますね。この10万円っていうのは、青色申告をすれば、白色申告じゃなくて青色申告をすれば、とりあえず無条件でもらえるのが10万円ですね。で、55万円っていうのは、貸借対照表っていうね、決算書の4ページ目の書類。あってもなくてもいいよ、最初に言ってたやつですね。それを4ページ目を作れば、55万円の控除をあげますよ。で、さらに65万円、プラス10万円の控除を欲しい方はですね、さらにそれを e-tax で申請する。そうすると、最大65万円の控除をあげるよっていうことですね。つまり、税金のかける対象を減らしてあげるよっていうことなんですね。これをやっていかないと、65万円に対してさらに税金かかりますからね。絶対減らしてもらった方がいいわけです。つまり、この青色申告特別控除が多い方がいい。ただし、この55万円、65万円をもらうためには、貸借対照表という書類、ちょっと難しめの処理を作る必要があるということを、まあ、ここでは覚えておけばいいですね。はい、じゃあ、ちょっとシンプルにいきたいので、まあ、10万円にしときましょうか。どうしようかな。ちょっと、貸借対照表は、また別動画で解説させていただきますので、ここは10万円にしときましょう。今回は、ちょっとシンプルなパターンでいきたいなと思いましたので、10万円の方にしときましょう。で、貸借対照表の作り方に関しては別動画で、機会があれば解説させていただきます。ご希望の方は、コメント欄に、貸借対照表の作り方を教えてくださいと、コメント書いといてください。お願いします。ここねちょっと詳しいことの細かいこと書いてますけども、弥生会計とか市販のね、ソフト
有料な帳簿というものがあるんですけどね、それを作っているかどうかをここで聞いているわけですけども、僕の場合は e-tax だけでやっているので、ここはいい家になる。皆さんもおそらく最初はいい家じゃないかなと思います。はい、で引き続き貸借対照表を作成しますかってところですけども、これは別にはいでもいいんですよ。作るなら作るでいいんですけども、今のところ10万円なので作る必要はないんですね。はい、じゃあだからないにしときます。いい家にしときます。はい、そうしますと120万円ね、経費を引いた120万円からさらに青色申告特別控除というものを引いてもらえるんですね。はい、そうすると所得金額が110万円まで減らすことができました。売上が190万円最初あったんですけども、そこから仕入れの10万円まず引いてもらって180万円になりました。で、そこから経費を60万円引いて120万円になったんですけども、そこからさらに青色申告特別控除を引いてもらえるということで、ここまで所得を減らすことができました。なので青色申告っていうのはお得なんですね。他方が税金的には有利かなということです。はい、で次へを進む。はい、納税地の情報の確認ですね。今いるところとかね、の住所をもとに、どこの税務署に提出するかっていうのを選べますね。でここですね、どうやって送りますかってことなんですけれども、作成コーナーから所得税の確定申告書と一緒に送信する。はい、これでいいですね。はい、いっぺんに送ります。決算書と確定申告書一緒に送りますということです。はい、で控えを取りたい方はここでね、データをダウンロードすることができます。こんな感じで帳表表示印刷っていうところがあるんで、ここを選ぶとですね、データが PDF で保存できますので、このデータをパッと出して、こんな感じで4ページ作成することが今できました。はい、ちょっと見てもらうと、1ページ目が損益計算書と言いまして、経費をね、まあ、まとめてここに書いてるっていう状態ですね。収入がありまして、そこから、引いて引いて、で、経費をさらに引いて、120万円の所得。で、そこから青色申告、特別控除の10万円引くので、結局、あなたの所得は110万円ですよということがここに、見えるわけですね。はい、計算書ですね。で、月々の、売上ですね。はい。いくらあったのか、詳細が出てる。で、仕入れと。で、雑所得があったら、ここで。雑収入があったら、ここで、書いてるという状態ですね。それが2枚。で、3枚目は、家賃とか、減価償却があった場合ですね。ここに出るわけですけど、パソコン買ってね、減価償却をここに載せる場合は、ここに出るんですけども、今回は、作っていませんでした。で、家賃のうち事業で使っているのが3分の1なんで、まあ、3分の1の家賃をここに載せましたっていうのが3枚目に載ります。で、4枚目が先ほどから言っている貸借対照表っていうやつですね。バランスシートっていうものなんですけど、これを作ることで55万円だったり65万円の青色申告特別控除を得ることができるんですね。はい、で今回はこれを作らなかったので何も書いてません。なのでこれはこのままで大丈夫です。e-tax 使わずに、そのまま税務署でプリントアウトして持っていく場合は、これプリントアウトする必要はないです。1、2、3枚目だけプリントアウトして持っていけばいいです。e-tax の場合は自動でこれ作られるので、はい、別に、わざわざ削る必要はないですね。はい。で、控えが出たところで次へ進む。はい。ここで決算書というのができました。完成しました。これをもとに今から所得税の申告書、つまり青色申告書ですね。確定申告書を作るわけですね。第1票、第2票ってやつを作るわけですね。はい。じゃあ、今から作っていきます。ということで、ここをポチッと。はい。今まで入力した情報を引き継いで所得税の確定申告を行いますかってことなんで、はい。はい。今まで入力した大事な情報がここに出るわけですね。売上の190万円。で、いろいろ引いて190万円、110万円までなりましたよってこと。その引いたうち10万円っていうのが青色申告特別控除だよっていうことですね。で、次進みまして、はい、確認事項がいろいろありますね。生年月日があって、はい、e-tax で税務署に提出するということですね。はい、印刷して持っていきたい方はここにポチッと変えるだけでいい。e-tax でやる方はこっちですね。はい。で、給与以外に申告する収入ありますか？事業者なので、はいですね。給料以外に。アルバイトしててもいいですよ。アルバイトの収入と事業の収入2つあってもいいです。はい。2つある場合はこっちですね。で、税務署から青色申告の承認を受けていますか？はい、これはいですね。はい。青色申告してもいいですよっていうね、最初に言った、インターネットで届けできるものですね。それをやって、
ってますかってことですね。で、税務署から予定納税の通知を受けていますか、ここはいいえで大丈夫だと思います。受けてたらはいなんですけど、まあ高額の方はこういう風な通知が来るようです。僕今まで来たわかんないですけど、はい、いいえで大丈夫。はい、で、収入源の所得金額を引き継ぎますか、はい、今まで入力した中でのデータを受け継ぎます。はい、そうするともうすでに入力されてるんですね。事業所得というのは110万円だよっていうのを計算してある。だから決算書を最初に作る、あれを作ることによってこれが自動入力される。今まで手書きの場合ね、僕が20年前やって、手書きでやって何をどこに書いていいか全く分かんなかったんですね。だからこうやって自動計算してくれるのは非常に便利です。はい、でここで訂正内容確認を押します。ここでね、やらなきゃいけないのがですね、どういった帳簿ですかっていうのを選ばなきゃいけない。で、営業等の中で、ここ。はい。3ですね。1および2以外の帳簿、複式簿記をやってますよって。はい。会計ソフトね。弥生ソフトとか使ってたらこれですよ。弥生会計とかのね、ソフトを使ってたらこれですし、有料な電子帳簿というものを使ってたらこれなんですけど、これを僕が作ったことなく、ただ単に e-tax でやっている場合ですね。はい、複式簿記でやってる場合は、とテレビ出演とかね、僕の場合だとさせてもらうことで、それで源泉徴収票をもらうこと、そういう時はここに、例えばテレビ出演の場合だとここの種目は事業と言えるわけですね。で、名称が例えばで、ここにその住所ですね、インターネットで調べたら出てきます。はい、もしくは法人番号を入れれば、で、収入例えば1万円としましょう。簡単にね、シンプルに分かるように。はい、そのうち源泉徴収税ね、昔はね 10% だったんですけど、今はね復興税っていうのが入ってくるので 10.21% ですね。だから1021円が引かれてるよってことですね。はい、未納付の場合はないことがほとんどなんでゼロにしておきます。はい、ということで収入が1万円で、あらかじめ1021円税金として引かれてましたよということですね。これが結局後でね、還付という形で戻ってくるわけなので、事業をやってる人ね、芸人さんとかはこの確定申告をして数ヶ月後にこういった厳選されてたね税金が戻ってくるんで、なんかボーナスをもらったかのような錯覚に陥るわけですね。ただ単に今まで多く取られてた税金を取り返してるだけなんですけどね。でもちょっと嬉しくなりますね、4月頃になるとね。はい、じゃあ続いて入力終了して次へ。ここがね、総合課税ですけども、それに対して分離課税っていうのもあるんですけど、これは何かっていうと、株とかね、 FX とか先物取引やってた方ですね、儲けた分に対して 20% の税金が、こちらは累進課税なんですけども、その所得に応じてパーセンテージが決まるわけですね。 15% から 55% の間で税率が変わってきて、税金が決まるということなんですけど、分離課税、こういったものと全く別問題があって、分離させて税金かけますよ、しかも一律 20% ですよというものが分離課税、分離課税の所得ということですね。はい、だから別に、株とか FX で、儲かった場合はここに入力しておきましょうってことですね。なしということで今回はいきます。はい、で、先ほど言ったですね、控除というのがあるんですね。さらにね、青色申告控除のあとに15種類の控除というのがあるんですけども、まあ多くの場合はですね、まずこの基礎控除、これは誰にでも与えられる控除なんですね。とりあえず生きてるだけ、事業してるだけで48万円の基礎控除、経費っていうのはかかるよねっていうことで48万円引いてくれます。で、そしてですね、配偶者、奥さんとか旦那さんがいる場合はここに奥さんとかの情報を入れるわけですね。まあ、仮にですね、奥さんとして、どれくらいかな、昭和53年の1月1日にしましょうか。で、配偶者の給与の収入ね、まあ、0円としておきましょう。全くの主婦の方だとしたら0、ポチョンと入れるとですね、はい、こんな感じで、配偶者を持ってるだけでですね、さらに大変でしょうから38万円控除してあげるよっていうことですね。はい、というのが配偶者控除っていうものですね。で、16歳以上の子供さんがいらっしゃる場合は扶養控除を入力すると、さらにここに扶養控除が出るということですね。あとはですね、生命保険とかで、ね、あれば入力しとけばいいですね。入力申請度、例えばですね、10万円払いました、で0、
としましょう。で、ニューヨークの、はい。そうするとですね、10万円生命保険毎年払ってるよとなってもですね、4万円しか入らない。これなぜかというと上限が決まってるからですね。生命保険料控除というのは4万円が上限なの。はい、4万円が計上されるということですね。まあ、今回はこんな感じでちょっとやってみましょうか。はい、これだけの控除を、まあ、引いてもらえるよということになりました。そして、入力終了にするとですね、はい、次のページに行きまして、この辺り、税額控除とかあるんですけど、この辺り僕は関係なかったんで、まあなしとしましょう。で、あとは、はい、青色申告特別控除のところがこうね引き継いでここに載ってますね。はい、まあ、この辺り他ないと思われますので、このあまり気にせず行きましょう。はい、そうするとこのね青色申告の第一票というものがようやくここで完成するわけですね。はい、ここの見方ちょっとやっていきましょう。はい、左上がですね、一番基本の収入の欄ですね。はい、全部で190万円収入があったんだよということですね。で、そこからなんだかんだ引きまして110万円になりましたよね。それが所得の金額ですよっていうことが分かりました。はい、あ、すみません。この合計の欄見た方がいいですね。他にも所得があるかもしれないので、給与所得があったらこれとこれを足した金額がここに出ます。で、これに対して税金が決まるわけじゃなくて、さらにここからですね、この所得控除というのがあるんですね。所得から差し引かれる金額というのがもろもろありましたよね。生命保険と配偶者とかね、基礎控除がありまして。で、それが全部で90万円引いてあげるよってなってるんですね。はい、だからこの所得の合計からこの控除の合計をこれ引くわけですね。まあここ分離課税のところは今なかったのであんま関係ないので、計算気にしないでおきましょう。はい、そうするとこの右上に今度移ります。はい、110万円見といてくださいね。110万円から90万円引くので20万円が結局課税される所得金額だよっていうことが分かりました。計算した結果ですね、この20万円に対して、税金が決定しました。あなたの税金は1万円ですよっていうことですね。ちょっとすいません、先ほど 15% っていうね数字があったんですけど、 15% から 55% の間ってなってましたけども、これ 5% ですね。最低が 5% でした。このあたり修正させてください。申し訳ないです、訂正です。はい、だから20万に対して最低の税率 5% をかけて1万円があなたの税率だよ、税金納める金額だよっていうのが出ました。はい、そして差し引き所得税額が、まあ、1万円。はい。このあたりは自動で計算してますから大丈夫ですね。はい。で、復興税ね。21% っていうのは復興税というのが210円さらにかかりまして、で、1万210円があなたの納める税金の合計額だよと。で、先ほどあった源泉徴収ね、すでに引かれているものがあったので、これと、まあ、これ差し引いて、結局は、9100円というふうに出ました。これが最終的な納める税金の額ということになりますね。はい。で、次進みましょう。はい。一個ずつね、正し書きとか注意事項出てきますね。これ読んでおきましょうね。はい。で、入力終了。次。はい。あなたの納税額は9100円ですよと、自動的に計算してくれました。これいいですね。はい、納付方法をここで選んでですね、はい、電子納税手数料が不要ですとなってますから、はいはい、インターネットバンキングから納付することができますと、クレジットカードでもできますと、このあたり皆さん選べばいいですね。スマホコンビニでも行けると、うんうん、コンビニの納付用の QR コードも作成できますからね。はい、毎年ね、1月1日の住所と同じところの管轄のね、税務署で届けるということで、5月1日は今の住所と一緒ですかということですね。その確認です。はい、で、マイナンバーカードの数字をここでパパパッと入れていきます。はい、奥さんのやつも入れていきます。はい、扶養してるということの証拠ですね。はい、すると次のページに来ました。はい、すると次のページに来ました。で、申告のね、確認、第1票、第2票の書類の確認とありますので、一応ここで印刷とか取得しとはしといたらいいですね。まあ、結局最後送った後にですね、確認のデータを見ることができますので、僕はここで印刷とかしないですけどね。
一応見てみるとこんな感じで送信前の確認用ですっていうね、こういうのが出てきちゃうのであんまり必要ないかなって感じです。はい、で次を選びます。はい、はい、最後の確認ですね。確認の画面になりまして、はい、で最後全部確認した後にこの暗証番号ってなるので、もともと決めてたね8桁以上のこの暗証番号を入れてここの送信を押すと終了ということになります。でこの後に、送信結果受理されたかどうかの確認と送った書類をもう一度見ることができる、それを見た表示させてその画面を自分の控えとして取っておくといい。送信受付番号っていうのがその確定申告の書類に印刷されますので、それを持って自分が納税したという証拠になります。税務署に提出した時は収受印っていうね受付のスタンプをしてもらえるんですけど、それに代わるものが受付番号、その番号が載った書類を自分が持っておくことで納税した証拠になります。なので、税務署に行ってその提出することはしなくてもなので税務署に行って提出してそのスタンプもらってっていうね、その手間を省くことができるということですね。なので、e-tax の方がまあ時短になりますし、で、もし訂正する箇所が見つかった場合、この確定申告の受け管の中であれば、何度提出しても大丈夫です。一応、いちいちね、修正申告しなくても、何度でも提出して、その最新の提出した内容を、税務署は、受けて、で、処理してくれますので、はい、それをもって訂正したというふうになります。はい、だから、早めに、確定申告やっておく方がお得ですよね。何かしら、訂正があった場合はまたこの画面を e-tax を通じて同じものっていうか最新のものを提出すれば OK ということになります。こんな感じですけども e-tax 皆さんやれそうでしょうか。やれそうな方はこの僕の動画を見ながら順に入力していって提出すればよろしいかと思います。最初にお伝えした通り何かしら質問ある方はですねコメント欄に質問を入れていただけたらと思います。そしてこの動画が役立ったなと思った方はいいねボタンを押したりチャンネル登録して応援していただけると非常に嬉しいです。はい、質問ある方もねコメント欄にコメントしていただいても結構です。はい、ということで今日長くなりましたけども最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた。